WR の中のリフレッシュを選ばせていただきました。で、この3人で中国曲もやれるし、クラシック曲もやれるし、ジブリなんかもすごくなんかこう化学反応というかね、このまた異様なんか異色な楽器のこの組み合わせが意外に良かったりして、なんかいい音楽になってるんじゃないかなって思います。いろんな風景とか思い描きながら、で心の中を浄化してもらいながらリフレッシュして、コンサートから帰る時には皆さんが笑顔になってくれるといいなって思ってます。今回 5R さんで初めて演奏することになりました。ちくさの駅の近くってことで聞きやすいと思います。今回2個の伴奏をする機会をもらいましたが、初めて知る曲もあって、でもハープで弾いてみると意外に面白い仕上がりになってると思います。3人の、駆け引きしながら本番どんな演奏になるかを楽しみに来てください。今回すごく珍しい編成で、僕もまずニコと一緒に演奏するのはこれで多分3回目ぐらいで、いつも発見がいろいろあって、今回もリハーサルしながら、発見がいろいろありました。演奏してアンサンブルするということは、呼吸を合わせることが難しいんですけども、だんだんと呼吸が合ってきて、本番ではいい音楽ができると思います。頑張って演奏したいと思います。クラシックの演奏家とは違って、なんて言ったらいいんだろう、もっとこう民族っぽい呼吸だったり、昔結構ジプシー音楽系をやってた頃があって、そういう音楽の曲にも似てたりするなとか、あと発音のタイミングとかもちょっと違うなとか、そういうようなことを思いながら演奏しました。